カーロス・コンディットは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ニューメキシコ州アルバカーキ出身、ジャクソンズ MMA 所属、元 UFC 世界ウェルター級暫定王者、元 WEC 世界ウェルター級王者、カルロス・コンディットとも表記される。父親が民主党大統領候補ビル、リチャードソンの首席補佐官を務めたことのある厳格な家庭に生まれる。 9歳からレスリングを始め、15歳の頃から、グレッグ・ジャクソンの下で格闘技のトレーニングを始めた。2002年9月6日、総合格闘技デビュー戦を、リアネーキドチョークで一本勝ち。2003年9月23日、シュートボクシングで、アンディ・サワーと対戦し、5ラウンドに、右ローキックで小負け。2005年10月2日、パンクラスで、北岡悟と対戦し、 ヒールホールドで一本負け。2006年4月21日、ランブル、オンザロック級で行われたウェルター級トーナメント、準決勝で、フランクトリグに腕ひしぎ三角固めで一本勝ち。決勝では、ジェイクシールズに判定負け。パンクラスで2006年7月28日に、大石浩二、2006年9月16日に、和田拓也から勝利を収める。 2007年3月24日、WEC 世界ウェルター級王座決定戦で、ジョンはアレッシオと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年8月3日、WEC35 で、三浦博光相手に3度目の王座防衛を果たした。ファイトオブザナイトを受賞した。2009年3月1日には、WEC39 でのタイトルマッチで、 ブロック・ラーソンと再戦予定であったが、ラーソンの怪我でキャンセルとなり、その後 WEC ウェルター級の UFC への遺憾に伴って UFC に移籍した。2009年4月1日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、コンデッド VS キャンプマンで、マルティン・カンプマンと対戦し、1から2の判定負けを喫した。同年9月16日、 UFC ファイトナイト、ディアズ VS ゲヤドでジェイクエレンバーガーと対戦し、2から1の判定勝ち。2010年6月12日、UFC115 でローリー・マクドナルドと対戦し、試合全体を通して劣勢となっていたが、試合時間残り7秒にパウンドで逆転の TK を勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年10月16日、 イングランドで開催された UFC120 でダン・ハーディーと対戦し、左フックで 1RKO 勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年7月2日、UFC132 でキム・ドンヒョンと対戦し、飛び膝蹴りでダウンを奪いパウンドで1キコ勝ち、2試合連続のノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年2月4日、 UFC143 で行われた UFC 世界ウェルター級暫定王座決定戦でニック・ディアスと対戦。常に距離を取り、的確に蹴りを浴びせ続けて3から0の 5R 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。試合後、コンディットの消極的な試合運びに会場からはブーイングが沸き起こった。2012年11月17日。 UFC154 の UFC 世界ウェルター級、王座統一戦で、正規王者ジョルジュ・サンピエールと対戦。サガールに、左ハイキックでダウンを奪うも、終始、テイクダウンからのパウンドで削られ、0から3の 5R 判定負けを喫し、王座統一に、失敗。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年3月16日。 UFC158 でウェルター級ランキング1位のジョニー・ヘンドリックスと対戦。キレのある打撃をヒットさせる場面があったものの、数度テイクダウンを奪われるなど接戦となり、0から3の判定負け。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年8月28日、UFC ファイトナイト、コンデッド VS、キャンプマン2でウェルター級ランキング6位の マルティン・カンプマンと再戦し、4R に首相撲からの膝蹴りで TKO 勝ち。4年越しのリベンジを果たすとともに、3試合連続となる、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年3月15日、UFC171 でウェルター級ランキング11位のタイロン・ウッドリーと対戦し、2R に右膝を負傷して、TKO 負け。後日、 右膝の全十字人体と半月板を負傷したことが発表され手術を受けた。2015年5月30日、1年2ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、コンデット VS、アルベスで、ウェルター級ランキング12位のチアゴ・アウベスと対戦。肘打ちでアウベスの鼻を骨折させてある終了時に、ドクターストップで TK を勝ち。2016年1月2日、 UFC195 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで王者ロビーローラーに挑戦。手数で差をつけ、ダウンを奪うなど優勢に試合を進めたものの、5R にローラーの猛反撃を受け、1から2の 5R 判定負けを喫し王座獲得に失敗。敗れ走ったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2016年8月27日。 UFC オンフォックス21でウェルター級ランキング3位のデミアン・マイアと対戦し、試合開始早々にテイクダウンを奪われ、リアネーキドチョークで 1R1 本負け。2017年12月30日、1年4ヶ月の復帰戦となった UFC219 でウェルター級ランキング12位のニール・マグニーと対戦し、0から3の判定負け。 2018年12月29日、UFC232 で、マイケル・キエーザーと対戦し、木村ロックで2 r 1本負け、5連敗となった。2020年10月4日、約1年10ヶ月ぶりの復帰戦となった、UFC オン・ ESPN、ホルム・ VS、アルドナでコート・マッキーと対戦し、3から0の判定勝ち。連敗を5でストップし、 約5年4ヶ月ぶりの白星となった。2021年1月16日、UFC On ABC ハロウェイ VS ケイターでマット・ブラウンと対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。